さあ自分たちでボールが握れる時間帯に名古屋どう攻めるかどう崩すか、まあ、こういう持ち出しもいいですよね、はい、山岸はリーグ戦7ゴールを挙げています。ここは藤井で取った、藤井で取った、持ち上がる藤井、野上は左を見ましたが中谷に預けて3センターでボール回してユッカースラッシュからの長井がワンタッチ、山岸入れ替わったか、ヒールで今度に繋いでたら藤井が戻ってきた、よく戻りました藤井ハリア、ただここもフェイントでかわしてもう一度持ち出して長井。